隅から隅までこの番組では、三田市内にある20の小学校にお伺いし、児童の皆さんに学校や校区の紹介をしてもらいます。今日は欅台小学校です。欅台小学校、ハッピーイベント委員会の皆さんの登場です。 今日は欅大小学校、ハッピーイベント委員会の皆さんにお話を伺っていきます。まずお名前教えてください。六年の山田よです。五年の森山遥です。では山田さん、森山さん、欅大小学校、どんな学校か教えてもらえますか。二十六年前にウッディターンに三番目にできた学校で、今三打で一番大きな学校です。児童数八百二十三人です。 笑顔あふれるケアキックを目指して、さややかな挨拶、黙々掃除、響き合う歌声を合言葉に、子どもたちも先生も頑張っている学校です。はい、では続いてお名前をお伺いしたいと思います。五年の寺田寮です。五年の川崎音色です。では寺田さん、川崎さん、ケアキ大小学校の素敵なところ教えてください。校舎の中庭やおせ話広場に、 大きなケヤキの木があるところです。広い芝生広場があって裸足で遊べるところと玄関に金魚の水槽があるところです。きれいな花や果物の木があるところです。みんなが優しいところです。全校生の人数が多いので友達がいっぱいできるところです。きれいな歌声を目指して頑張っているところです。 Nguyên.、嗯 も綺麗な歌声を聞かせてくれました続いてもお話を聞いていきましょうまずお名前教えてください5年の市川俊介ですでは市川さんハッピーイベント委員会はどんな活動をしている委員会か教えてもらえますか全校長会やお知らせ集会の司会をしたり音楽集会の指揮、伴奏、お楽しみ集会の内容を考えたりしていますメンバーの得意なところを生かして 役割を決めていますはい、ありがとうございますでは続いてお伺いしていきましょうお名前、学年教えてください5年の荒木真里乃です5年の長山聡太です5年の大石琴美ですでは荒木さん、長山さん、大石さん司会をするとき気をつけていること教えてください言葉を間違えずに正確に話すことに気をつけています はきはき大きな声で話すことに気をつけています明るい声で話すことに気をつけていますはいありがとうございますでは続いてお名前を伺っていきましょう5年の織田愛香です5年の松岡優奈です5年の秋山博之ですはいでは小田さん松岡さん秋山さん3人には司会をしていて楽しいなと思うとき教えてもらいたいと思います みんなが私たちの話を静かに聞いてくれたときです。みんなの楽しそうな顔を見たときです。練習した式がうまくできたときです。はい、ありがとうございます。では最後の質問をしたいと思います。お名前教えてください。5年の島津、風紀です。5年の佐明みさです。はい、では島津さん、佐明さん、これからの委員会での目標を教えてください。 6月の音楽集会では緊張してピアノ伴奏と僕の指揮が合わなかったのところがあったので2学期はもっと練習して成功させたいです。7月の丸抜クイズでは823人に体育館を移動してもらうことがとても難しかったです。たくさんの人でも簡単に楽しめるゲームの仕方をみんなで知恵を出し合ってさらに工夫していきたいです。 はい、ありがとうございます。これからも素敵な学校生活を送ってくださいね。今日の校区隅から隅までは、欅台大小学校でした。欅台大小学校、ハッピーイベント委員会の皆さんに、欅台大小学校のことや、ハッピーイベント委員会のことについて伺いました。また、美しい歌声で効果も聞かせてくれました。 コ区隅から隅まで。この番組は毎月第1、第3、第5土曜日の10時45分頃から放送しています。再放送は翌日曜日の夜7時からと、月曜日のお昼12時45分頃から行っています。次回の放送は8月5日土曜日、辻が丘小学校の登場です。 次回もどうぞお楽しみに。